あ、もう25人も待った。ちょうど昨日のこととか聞きたよ、かった皆かさん。ら。おはようございます。皆さん聞こえますか？お聞こえはますようごか？ざいまござす。アいシスタンまトす。の昨美穂日はさん東で京のす。方。はい、和也さんです。上野さんも、はい。参加していただけるということでありがとうございます。あありがと、とうございます。リンク貼ってるので参加したい方がもしおられたら、勝手に入ってきて叫んでください。あ、まず、おはようございます。中谷さん、おはようございます。昨日は東京の、あ、昨美日穂はさん東で京のす。方。あ、回ってる。ご声めんがなさ回っい、て私が回しちゃった。ただいま25名様ご覧いただいてます。ありがとうございます。なおやすさんがおはようございます。また来ます。って、はい、お待ちしてます。で、ゆみゆみさんがおはようございます。今から犬の散歩なので、ラジオ感覚で聞きますね。って、ありがとうございます。昨日もありがとうございました。中谷ひとみさんがおはようございます。っていただいてます。はい。昨日は、ありがとうの東京グループの方々、本当にありがとう。楽しいひとときを過ごせたと思います。ありがとうございます。私みんな楽も、しかったね。楽しかったというか、まあ、私はご挨拶だけだったけど、顔とかも見れて嬉しかったです。ありがとうございます。昨日の感想ですね。昨日、吉野先生の、何？久しぶりの街頭演説で、岡田萌さんも参加していただいて、すごい盛り上がりましたね。だいたいどれぐらいかな？ 100 人は超えてたね。200人弱？ 150 人？なんかそれぐらい人が立ち止まって聞いていただけた感じ。ツイッターでヨシリンの方が、だいたい130人くらいかなっていう話でしたんですけど、もっと多分、ツイッターじゃないな、演説中におっしゃってたんですけど、もっといたんじゃないかって、150か、まあ、200人もしかしたらいたかもねっていう感じだったみたいですだね。よね。そうで、そう。シロちゃんもね、しおちゃんも来て、僕も始まる前に黒川さんを見つけて、黒川さんとハグしちゃった。始まる前にしたったのね。ほうそうほうほうほう。そうそうそう。あ、後でねハグしましょうかって言ったら、今しとこうとか言って黒ちゃんに言われて。そっかそっか。なるほど。楽しかったです。いいあと、なぁ。ニコ、に、みこねこ終わってさん。から、ニコニコさんから僕に挨拶来てくれて嬉しかったわ。ニコ、なんか僕のこと知ってたみたいやね。いやー、和也さんに直接じゃないと思うよ。別の方にお会ああ、いすそれた。ご挨拶の時に、ちらっと見えた時に、声かけただけじゃないの？向こうから来 ちゃったうから、ぬああ、ぼと思って。れはだりゃ、ダメだよ。っていう感じかな。吉林バスもちょっと見て、あそこ止まるんやね。はあ他のは場所。あはあ。ほうほうほう。Facebook 上げてたね。あと、張さんですか？張さん？健康サロンの長さん？健それ康とも、も、学び場さん？それ。学びばさん、かっちゃんねるさんとか、大集合してましたね。本当に、あと、何チャンネルも見回ろうと思っても 時間が 大変だったお、70人も 見ていあ、ただいごてるじ覧いゃない。ただいてますね。ありがとうございます。チャット読ませていただきますね。ご挨拶はちょっとだけ省かせていただいて、今もちさんがおはようございます。ご飯作りながら耳だけ参加です。で、ありがとうございます。ヒーフさん、おはーって。おはよう。ナナバーバさんがおはようございます。ボイジャーさんもおはようございます。ミミだけ参加します。って。ナナバーバさん、昨日はまたお疲れ様でした。って。いおただ疲いれてま様す。でした。ありがとうございます。で、あずさゆむ94さん、おはようございます。今、ホワイトベア、ヒロミとのバトル見てたところでした。おう。そうなんや。あ、誰と？私と？
ここじゃん、なく、ああ、そういうこああ、と？っていうことかああ、な。ほう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 。あ、私、昨まあ、昨日日見なんかれやっまてしたたらしいよ。ですね。うん。そうそう。あれ、見返したというか、学カフェさんの方を、夜中アップしてはったのを拝見したんですけど、ありがとうございます。すごかったね。すごかったねというか、議論になってはいないけど、芯を持っそうそて、上野さんが話されてたんで、よしと思いましう。た。ねえ、朝、あれ見たら、ツイッター見たら、そのカピバラさんが DIY ショップの件を言ってて、そこずれてるっていう話で、盛り上がってたんですよね。まあ、そこについては、まあ、DIY なのか DIIY ショップなのかで、まあ、認識が違うだけで、まあ、でも、参政党の DIY に置き換えて話したら、まあ、確かに DIY の認識はずれてますよね、っていうことで、今、話をまた後日、段としてやってるとこです。でなは、向こうはる DIY できたって言ってる、できてるよって言ってるわけで、でも、こっち側は、いや、そのポスティングだとか、そういったのって DIY じゃないよと。そうですね。まだ DIY っていうものがね、今認識のずれっていうのがちょっとツイッター上で。物議を醸してるんですね。物議を醸してるほどはないけど、まあそういうことですね。はい。なるほど。チャット戻りますね。氷川さん、皆さんおはようございますって。中谷ひとみさんが、和也さん、今や有名人だよって。ありがとうございます。有名人になりたくないな、なんかだんだもうなんかね、ヒカオルさんが、ミコネコさんは、カズヤさんの動画見てますっておっしゃっていたような、てん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 。まあ、それはね、うかがったね。とちょっと見るびっく暇りしないやろけどね、うちね、だらだらとやってるからね。た。そうだね。あ大え、事あだ。えて、ちょっとね、あんまりこう、拡散しないようにしてるね、今ね。そうだね。重要なとこ聞こうと思ったら大変よね、うちのね。で、ナナバーバさんが、和やかな雰囲気を聞いて。あ、なんかどなたか入ってきてるの？どういう人？あ、野瀬さんがあ、入っじゃてきてるあ、のせさまあんまあ、喋が、れるタイミングがあったら喋ってきたいので、そうたでぶん。すね。お仕事大丈夫？もう今、あれじゃないよね。議会が始まってるそうですね、各地、皆さん。なんかそんな感じですね。なんか出席率、あんまり、あれでしたね。なんだ、ダブル、うち、CHJ の、あ、で、やっぱり、ね、市議さんなんとかの議会が始まってたから、来なかったような気がしました。地方議会も忙しいんじゃないの？もう始まっ多てる分でそうしょ。だと思うよ。あずさ M94 さん、かずやさんもかっちゃんも、みんな配信してきた経験値か、お話がより洗練されてきてますねって。まあ、ありがとうございます。実で、はでなお、も、また、ね、なおえさんがおおははようようごございざいまます。す。あ、おはようごおざはいようごまざす。いのせさんます。だ。おはようございます。はい、議会は大丈夫ですか？お忙しいんじゃないんで。明日いっぱい質問なんで、今日ちょっとバタバタ、明あ、日の今日は準もう備というか、準仕備。上げというか、まあ大体もうあれなんですけどね、頭の中にはもう出来上がってるんですけど、ただ、なんか、一応手持ちになんかカンニングペーパーをちゃんとしたの置いとくのと、あと、議案の、資料の提出、資料要求が明日の午前中なんで、こっちの整理もしないとってことで。なるほど。今から、事務所に仕事します。一回楽しみにしてますね。あと、YouTube でされるんでしたっけ？明日ライブ中継しますよ。なので、皆さんのライブ中継を、副音声にしていただいてもいいかな。了明日解1時で間です。1時間で。す。ぜひぜひ。13時から13時から1時13間ぐ時らぐい。らいから、
そうですね、ちょうど1時間以内で終われって言われてるんで。なるほど。楽しみですね。なるべそうくで時す間、ね。ああ、いいのかな、明日ちょっと出てるからいやいな。や、全然、全あ、アーカイブ残るんですよね。アーカイブにタッチ後なので、ああ、なるほど。まあね、それまでに、呼ばれるそかれ、それまでにじゃないですね。まあまあ、それ見てから感想を、みたいな。了解です。ありがとうございます。ちょっと、チャット欄さん、ですよね。ここか。あ、で、なおえさんと、たくわひとりさんと、ひふさん、失礼しました。桜井守さん、まるみさん、ひかおるさん、たさん、今もちさん、おはようございますっていうので、その中で、ひかおるさん、DIY ショップはまた意味不明な例え出しましたよね。逆にややこしくしてるって。なんでショップ、まあ、確かに。そショッうそプ、あれは、足を取ろうとしてるのかわかんないけど、まあ、そうちょっですとね。意味はわかんない。私もあれと思いました。なんか、確かにややこしくしてはるなって。まあ、人によって捉え方もそうだし、お店によっても違うしって。ね。ほんと、ハンズマンとか、ね、こっちだったら何になるんだろう。勝手に買っといて、みんなって逆にスマートショップで、プロの店じゃないですか。まあ、そういったことが起きて、ちょっと話全く変わったこと言っていいですか。私がずっとやりたかったこと、ライブしながら、こういう偽善 TV ということで、ゴミ拾いしながら、ライブの時間使おうかなという。あ、素晴らしい。輪として広がっていって、そのガクカフェチャンネルとかこうライブ見てる間、みんなその時間はゴミ拾いとか回ろうよみたいな、全国的に。その1回目をね、どっかでやりたくて、今ちょうどポコッと時間空いたから、さっき言ったみたいに、ゴミ拾いして、桜島見て、ゴミ拾いしながら、おお、参最後行ってる。加して。あ、かっこいいなー、すごーい。で、見街ながら。も綺麗になるし、有意義な時間ですよね。で、緊張が好きなんです、私。次にちょうど行きますので、いいんじゃないですか。いいと思う。なるほど。さすがに私はパソコンからじゃないという ズームできないからあれだけど、いい感じ。で、チャット戻るね。ナーナパーパさんがあちこち息ぐっとしたり、結構疲労でも、現地での活動、聴衆の方はとても風強い中、ありがとうございましたって。で、風強かったっぽいね。風強かった、そうですね。まあでも、まあまあ、大丈夫だったけどね。ナーナパーパさんが、のせさんに準備大変ですね。頑張ってくださいって応援の言葉いたりだいがてとまうございます。す。で、いももち頑張りさんまが、す。頑張ってください。で、いももちさんが、吉野先生とクロちゃんとシロさんが和解されたり、かっちゃんが、藤村さんの撮影を手伝ったり、かずやさん、まなびばさん、他 YouTuber の方々がお互いの動画でコメントされたり、大調和で和やかなムードでよかったですねって。ほんま良かったよ。ねまあ全然、どっかの塔と違うね。え。もういい本当だよ。言うこと聞けへんやつは出ていけって言われるのと、ねえ。もうみんな好き勝手楽しくやってるのとね、やっぱりこれから変わるんじゃない？吉野先生中心。まあまあ、武田先生のとこも来週ぐらいから動き出すみたいなので。これで、まあ、もう今まで停滞してたのが動き出すって感じだよね、それぞれね。もう自まあで分もたちの道を歩く。解散が4月後半とか言い出してるから、みんな頑張って急がないと、
大変です早よまっね。たのかな？おー。早まりそうだね。6そんな月って言っに。てましたよね。う噂でん。は。もしかしたら44月後月。半もあり得るとか言ってるよね。え？でも4月って都知事選っていつでしたっけ？おー、都知事選、いつだろう。あれ？都知事選いつでしたっけ？なんか4月に選挙がポコポコああ、重なる分か。あるようなイああ、結メー構4ジ。月もしかす多い。と、重ねてくるかもですね、そこに。都知事が出ない、緑の狸さんが出ないように。前後か、まあ、いや、うするな、さすがに、しないと思うけど。ん。まあ、可能性は、なきにしもあらずって感じですね。タコはひとりさん、学校のふえさん、のせさん、いつもありがとうございますって。ひふさこちらん。こそありがとうございます。そうやね、例え出したのカピさんよって、DIY ショップね。先生の中尾さん、お邪魔しますって。いらっしゃいませって。タックは、多い試みだと思いますって、タックは、ヒフさんが言われて、タックはひとりさん、ゴミ拾い、男性です、パチパチパチって。あ、嬉しい。あずさゆみさんも、偽善だ、最高、大いに、優勝です。嘘つきよりよっぽどいいって。そうなんですよ。そうです。ね。先に偽善またって言しってまたからすってね。ね。そう、言ってやるわけだからいいんですよ。ね私は善人じゃないと。善だと。でもね、タバコ多い。本タバコ当。の、そういうポイ捨て吸い殻がね、ゴミのうち多いですよ。そうだね。喫煙やっ者、ぱりね、タ気バをつコはけ良て。くないよね。だから嫌われちゃうんだよね、タバコ吸う人がね、ポイ捨てするから。煙もそうだけど、そう、ポイ捨てが一番ね、環境に良くないよね、と思う。で、キャンディガールさんが、昨お日はありようがとごうござざいいまます。した。ミモさん、カズヤさんは、昨晩たくさん飲んでいましたよって、チクッときます。そうだったんよ飲だ。んだね、みんな。羨まみんな、しい。すごい、結構、酒飲み多かったですね。ありがとうのメンバーは。あ、でも、あおれよ、まあまあ、これからまたあれですけど、東京グループが立ち上がるという今、準備に入りたようです。昨日も、だから10、14人ぐらい集まってくれたのかな。全部で。ね、すごいね。すごいね。遠井さんじゃない人もいらっしゃったけど、それでもね、すごいすごいと思って、で、シロちゃんも来てくれたし、もう約束きちん本員とさんが守って何くれ人た。かな？本員さん5名ぐらい来られてたのかな？ 5 名、5、6名来られてましたよ。うちの本員さん。ね、お会いできた、嬉しかった。あれだけど、なんだっけ、メッセンジャーで、ビデオでね、あ、嬉しかった。メッセンジャー通話でにもさんも参加したんだよね。今回は。ご挨拶の時に、嬉しかった。ね、また、会えたらいいなと思うので、その時に。で、ここだろう、中谷ひとみさんが、昨日、ヨシリンも夜来てたの？って。さすがに、撮影があっまあ、たから無理来てだない。ね。吉野で、は、かっち来てゃんないさんよ。も来るかもって話だったけど、いらっしゃらなかった感じだったね。千代ちゃんが来てくれたね。千代ちゃん人気者になってたわ。ありがとうの、トーニーさんの大人気だったね。で、サンタマさんが、ガクカフェさん、白猫さん、好きとか言われてたので、ちょっと見ましたが、真面目そうだけど、めちゃ洗脳されてます？って。あれはもう勘違いでしたね。白猫さんはがっかりでしたね。そうです私もね。ね、それだけは言っておきたい。私、学カフェさんは、どこの政党推しなんですかっていう質問がコメント欄に白猫さんからあって、
明確に政党のどっか支持してるとかありませんと。で、白猫さんが、じゃあ無党派ってことですか？はい、無党派ですとまで答えてるのに、最後、捨て台詞のように、あ、今日は、学カフェさんが自民党推しだということが分かってよかったですっていうコメントがあって、いや、もうこれはひどいなと。もう明確に否定してるのに、結局自民党推しだというコメントを残して終わるっていうね。ああ、逃げ捨てです。あ、書き逃げでしたよね。あれね。びっくりした。どう聞いたら、そういう話になるのっていう、まあ、論理的にこう、ちゃんと話せる人が出てきたかなと思ったのも勘違いでしたね。ああ、ロジックがおかしい。頭のこう、つなげ方がおかしい方なの決かなっめてつけ逆に。て、見たいように物事を見るんでしょうね。聞きたいように物事を聞いてるわけ。サンタマさんが、あの手の人は視野が狭そうだし、オウムカルト、いや、カルト小宗教にいます。真面目で良い人なんでしょうけど、あの手の人がまた真面目な人を引き入れるかと思うと怖いって。もう私もちょっとあれ、なんかね、この前、カピバラさんと白猫さんの対談ちょっと見たけど、なんか結局はなんか自分が昔から、なんか家が政治に関係する家に生まれて、政治のことをよく知ってるんだ、みたいな自慢話をずっとしてて、なんかああいうのを聞いたらだんだんとやっぱり、ああいう冷める人よたちね。がさ、一般の人たちが、政治参加するのをこう妨げてるよね。そうだね。逆にそうね。そう、マウントあん、取って、そう、自慢話から入っちゃったらダメだねって私思っちゃった。名乗って私るは人って政治結家局よ。そうなんだよね。だから、ジョンさんそう、と政治仲よいいくんじゃ知ってないるの人かにしな。てるよう話合うんでしょうね。だから、なんか、一般とか、今までの自民党さんとかがやっててはさ、素人入ってくんな、みたいなんと一緒、そう今、参政党がやろうとしてるよね。そうだね。新しい人が入りにくいよね。ああいうことする。ああいうこと先に言っちゃうとね。自慢話かで、らなん始か、そうそう、めて。素人は分かってないねんか、言うこと聞いとったらええねん、みたいな、あんな感じだよね。から逆にね、ライブが大丈夫かなって思っちゃうんだよね。流しちゃって。俺も、もう完全に賛成となし引っ張ってるね、あの人たちね。だから。まあ、だけどですね、そうとも言えなくて、やっぱりコメント欄見ると、もうよく、ひろみさんやったみたいな、いうコメントがあっちはあふれるわけですよ。なるほど。いや、だから私それのが、そ動れ画、見たら普通の人はね、引くよ。もう入りたくなくなるもんね。だそういうから、コメントがあると。入れなくなるじゃん、一般の人は。だから個人経営の居酒屋さんでも常連さんいっぱいいたら、ああ、入りづらいなーっていう状態だと思なんう。かそういう雰囲気になってる。さすがにね。私はヒロミさんと話してるようにして、別にヒロミさんに話してるんじゃなくて、あの視聴者の中で、1人でも2人でも、いや、ちょっとやっぱり、男性と推しだったけど、おかしいわと、こういう人がいるんじゃないかという仮定のもと、その人たちに語りかける、そういう。コンセプトで参加っていうか、挑んだって感じですかね。私もそれいいと思います。別に見てる人が全員同じ思考じゃないんだから、まあ、あの中で一人でも、やっぱちょっとって思ってくれたらそれでいいんだと。まあ、私もがあの上野さんと同じ考えです。いい試みだと思います。だって、私のチャット名も言ってるけど、私のチャット名が広まれば、いわゆる私のチャンネルというか、カジャさんのところの、ジョンさんとのやりとり、見てどう思うかっていうことと、で、その続きで、じゃあ、政治資金収支報告書の件も芋づる式に、どうなってんのっていうような、情報も入ったりもしてるから、あれ？大丈夫かな？本部さん、そんなの放置してって思っちゃう？やっぱり私がいろんなところでこう出ることで、今日も11時から、東京の城南支部かな？
の移動した党員で、ちょっと言いたいことありますっていうふうに連絡があって、じゃあ今日つなぎましょうかって言ってるんですよ。まあ、そういうふうに、ね、どっかで見た人が離党したけど、やっぱりおかしいことおかしいって言いたいって人がやっぱりいて、その人たちが受け付けさせてあげるとね、受け入れ先で、ありがとうございます。結局ね、いろんなところでそうやって問題が噴出してるってことを、披露する機会になってる状態で、ガクカフさんを広めることで、上野さんを広めることで、芋づる式にっていうふうに、またひろ、あの、あ、じ、私も私もって集まるってことですよね。結局ね。そうです。いいと思います、それって。だからちょっとね、結局、向こうでサンドバッグになってしまうかもしれないけど、それ以上の見返りというか、その、なんだろう、情報が集まってくるってことですよね。あちらのコンタも分かって。実は、一番困ったのが、カピバラさんが、はい、じゃあ、ヒロミさんと上野さん、1人1個ずつ、コメントの質問とかピックアップして、それについて1分間で話してくださいみたいなタイムがカピバラチャンネルあるんですよ。めちゃくちゃ困ってですね、私に対する悪口はたくさんこう来るんだけど、なんか質問らしい質問ないんですよ。ピックアップするコものメンがなトいですすらよなね。くて、実際2個でも3個でも選んでいいですよって言って、私はもう、ね、悪口ピックアップしても何にもなんないから、そのコメントの質にもね、結構びっくりしたんですね。やっぱり誘導してるよね、カピさんって感じになったってことですね。だってブロックしてるっていうのは結構明確な話じゃないですか。こう、いわゆる私たちに好意的で、あちら側って言ったカピさん側にちょっと、って思ってる人たちの情報をブロックしてるってことは、ね、私らの、いいと思ってない人しか残ってないコメントって。そこの中からピックアップって、まあ同じこと繰り返しちゃったけど、やっぱりねって、誘導尋問させるためだに、その場を作ったのね。私たちって言ったらおかしいけど、カフェさん、まあファミリー、チームガクカフェってやっぱおかしいよねって思わせるためにやったんだなっていうのが、心でもまた明確になったんだなって私感じたんですよね。深見さんがカピバラさんの設定の中では、なし、ん?話しちゃダメだと思います。無視して勝手に言えばいいと思いますって。清少納言さんが、基本的に話し合いでは解決しないことですねって。ブラックベ僕はリー、別に解決しようと思ってないです。要は、あそこは議論を戦わし、こう、すり合わすんじゃなくて、あ、こんなに言ってることは違うんだと、こういうのを浮き出すだけで、別にあそこでなんか、言いまかして、っていう場ではもともと考えてないですね。確かに、議論にもならないですよね。お相手側が全部なんだろう、変なところに情報、話持っていこうとするから、なんでずらすんだろうって。まあ、あれが普通なんだろうなって思ったら、いや、普通の話でも話ができない人なのかなっていう印象を与えちゃうんだけどなって私思っちゃう。で、この福ちゃんさん、あれはカビちゃんの悪い手って。チャット書くとブロックって。どこかな。あずさゆみさんが、討論が争いになるのは違いさえも分かり合える気持ちが育っていない人がまだまだ多い中でのし、な、あ、多いので仕方ないのかもって。とはいえ、そうなると、うわ、うたが、あの、偏ってしまいますねって。ひふさん?あ、ひふさんが、立つ鳥跡を濁さずって言ってても、その池にワニがいたから飛び立ったんだよって。ワニいるって広めなあかんやろーって。
近寄ったらあかんよって、うまいこと言うね。本当だ、はうい、ですね。まーい。うん。だけど、そこについても私は言いましたけどね、飛ぶ鳥、跡を濁しちゃいけないのって。何そのいじめっ子の論理でしょって、向こうが飛ぶ鳥、跡を濁さずやめろと。いや、こっちはね、おかしいと思って言いたい人たちがいるっていう事実があって、だから、それのプラットフォームとして、うちを使って言わせてくださいと。まあ、それは言うの自由じゃないですかね。っていう話はしますね。そうだと思います。別に、濁すというよりかは、あったこと話してることが大半なのに、で、やっぱここがおかしかったよって言ってるのを、全部が全部一派ひとくくりにして、アンチだなんだって言ってる、ね、抑え込もうとしてるけど、DS と戦って忙しいなら、ま、逆に言ったら放置して前向いたらって、私ら DS より脅威やと思ってんのっていうことだと思うんですよね。なんかわざわざ見に来なくていいと思うよって思っちゃいます。教祖さんおはようございます。いっぱいいろいろ前後しちゃうんですけど、どうしよう。マイナス4さんがおはようございます。昨日はありがとうございます。楽しかったです。ありがとうございます。カズヒガシさんが日本が綺麗なのはゴミ拾ってくれる人がいるからですね。ありがたしいって。ヒグさんが、タバコが迫害されても普通に喫煙できるところが減ったのがポイ捨てにつながってるんかも、なんて深読みしすぎたって。で、なんか、HS さんがなんかトラブルだったのかな？なんか HS さんが学カフェのコメント欄でオレンジアートさんから因縁つけられたみたいなことなんか書いてましたね。ああ、そうなんですね。だからそこのコミュニティの治安をどう守るかっていうのはね、今後絶対問題になるし、私はブロックしないっていう方針で今やってますけど、ちゃんとちょっと注視しておかないと、そのコミュニティの中でやっぱり嫌な思いしてくるという人が出てくると、やっぱり管理者として、それは無法地帯は良くないから、まあ、確かに。今後出てくるかなと思いますね。今後の課題ですね。教祖さんがアンチを味方につける、ヨシリンこそ本当の大調和ですね。グッと、どっかの当主みたいなエセ大調和とは違いますね。って で、ヒカオルさん、白猫さんは本部 F さんがしていた役割を党員さん向けにしている。敵と思った人を貶める役割だと感じた。価値観真逆な方々ですね。って。まあでもね、もともと自分でね、暴露してたよね、カピタンのところでね、もともとよその党にいてましたみたいなことを言ってはったから、まあまあ、プロなんでしょうねっていう。で、それも、そうね、辞職取った後に入ってきてあって、正直に言ってはったから、ね、彼女たちが乗っ取りに来たんだよっていう話ああ、だそっよね。か。ね、で、今また、主そ流う。がそっちになっちゃってるもんね、僕ら追い出されて。いいんかな、告白しちゃってって感じ。自分らで言っちゃってるから、乗っ取ったのはどっちよみたいな話。ナナパーバさんが、青空の手箱さんが収支報告書の件、グッドーって。ね、5000万近くがね、違う、齟齬してるっていう、多分共感したかあれじゃなかったっけ？その会見やるんじゃなかったっけ？そこら辺の話するかな？わかんしない。ないでしょ。しないでしょ。しないしない。都合の悪いことは賛成とはしないからね、能勢さんね。野瀬さんに 僕はよくわかんないです。
さすがにね。ん。タクはひとりさんが、藤江さん講師で16から17区のタウンミーティング参加しようかな、多分あの方もって。ああ、がっつり、なんか絡みそうですね。まあまあ、なんていうかな、そういう、何、なんかそういう、今のさ、独裁的なことで持っていかなければ別に参政党の人たちが悪いわけじゃないからそうだよね。そこね。うん、はだか言えるら、けど。そういう、そう、一部の、だからその辺のさ、なんか、辞めた人がさ、やっぱり自分の経験した、感じたことを言ってるところに、こう、なんか、そういう人たちを攻撃してきてるのがちょっと問題であってね。それは、感じたものは感じたんだから仕方ないね、っていう。何が問題かって言ったら、本部の姿勢と、結局は、信者さんっていう揶揄されるぐらいに、出た人を叩く姿勢がおかしいよねっていうのが一番だよね。その二つが大柱になって、DS と戦ってるんだったら、ちゃんと DS と戦えばいいじゃんって、私らは DS じゃないよっていう話だよ。で、中谷ひとみさん、藤江さんは半枠で最初 YouTube 配信してた酒井さんつながりからのエストだから、酒井さんどうなのかなって言われがあった。ご意見だね。で、あずさゆみさんが、議論が争いになるのは違う。あ、そっか。これは、さっきお伝えした。とほかみさんが、空気作って同調圧力で昭和させて逆らえないようにしてるだけでありましょう。私もなんかそんな感じがする。芋もちさん、だからもうカピさんとコラボやめればいいのにって、個人的な意見って。いや、でもあれだと思うよ。本性がわかるっていう意味では、してもいいと思う。もう徹底的に私はやりますよ。おお、すごいなと思って、メンタル結構強いですね、上野さんって、って私思う。どうなんでしょうね、言われますけど、そのコメント欄なんですよ。要はコメント欄ですごく、あ、やっぱり痛いとこ突かれると、こっちもダメージ食らうじゃないですか。さっき言ったみたいに、全然こう、的を得てないというか、悪口だけだから、そういうふうに、アンチ焚きつけたり、巻きくべてるだけでしょ、お金儲けでしょ、とかって、コメント欄が大体そういうのいっぱい来るわけですよ。それって全然答えないから、まあ、反論してもいいっていう。答える図星のものがあったら、私もメンタル、ダメだと思うんですよ。あ、映画やってることって全然ちょっと偽善だったり、こう、社会的意義ないんだって思ったら、答えるじゃないですか。だから今のところで全然メンタル的に来ないんですよね。おお、なるほどね。ああ なるほど。HS さんが、猫の福ちゃんさん、当事者でないですから当たり前ですよ。私はすごく冷静になるきっかけをいただいたと感謝してます。さっきのトラブルの話。私、すごい、HS さん、すごいと思う。やっぱ何事もね、きっかけでちょっと、なんかトラブルあったかもしれないけど、きっかけいただいたと感謝って。そこの姿勢、すごく、私は、ね、調和、素晴らしいと思う。調和するっていう意味でね。で、ブラックベリーさんが、カクカフェさん、ゴミ拾いは徳を積むそうですよ、グッドって、リッチドッグ、幽霊出る芸人チャンネルの教えだと、知人に教えていただきましたって、いいことしてる、徳積んでるって。なんかいいことしてるっていう感覚があるし、私はもう器がちっちゃいから、誰にも見られてなかったら、多分しないと思うんですよ。これ拾ったゴミを、こうやって拾ってるよって見せるでしょ？そしたら、なんか自分の評価も上がりそうだから、続きそ偽善も善ですからね。そう。
偽善も善。そう。できた人間じゃないから、それぐらいの、ね。徳を積めるかどうかは別だけどね。言っちゃった。陰徳行こうと思ってないから。陰徳っていうことがあるからね。まあでも、まあ、でも、学カフェをやってる時代で陰徳積んでると思いますよ。はい。私もそう思う。こんなにつながりを持てたってすごいと思う。その上の偽善行為だから面白い、ね。うん、本当に。素晴らしいと思う。うん。そうそうそう。だってね、街も綺麗になるんだし。まあ、結果ね。スマホで話してるんだったら、歩いたら健康にもいいしね。うん、そうだそうだ。なるほどね。いいことばっかりだ。うん、あ、タクワひとりさんも、駅頭活動の少し前にずっとゴミ拾いしてましたって、あ、なるほどね。あ、猫の福ちゃんさんが、上野さんどこいるのって、富士山見えるとこだったね。あ、富士山ちゃう、富士山ちゃうやんけ。あれですよ、ドルフィンポートですよ、ドルフィンポート。あ、スタジアム、鹿児島が。スタジアムの建設予定でしょ。あ、そうそう、スタジアムが今問題なんですよ、ここ。なるほど、問題のとこですね。結構撮ったけど、まあ、予想よりは、あれですよ、綺麗だなっていう印象です。日本ってやっぱ捨てたもんじゃないなと。うん、そうですよね。あずさゆみ94さんが、ちなみに外国からの漂流物もゴミありますかって。ねえ、そういう、韓国語とか中国語の漢とか、あったら面白いなと思って私も予想立てていったけど、うん、ないですね。うん、ああ、なるほどね。さすがに。ここら辺の金庫だとか、そういう美の感じですね。なるほどね。日上げ浜だったらあるかもしれないね。かもですね。なるほど。うん、あ、HS さんが、和也さん、学カフェさん、ごめんなさい、実は学力、あ、学カフェさん、の昨晩のライブのコメント欄を愚痴と相談のやり取りに使わせてもらっています。明日までには消す予定です。汗汗。その分、学カフェさんを応援します。言うて。いやいや、別に消さなくてもいいし、全然、どんどん汚してください。それが現実だから。全然困らないです。そういうのは。うん、はい。で、ナーナパーパさんが、オレンジアートさん、原口さんちのライブにいらして、他のチャンネルのチャットで何もしないのに絡まれたとか、チャットって。ああ、ばらまいてるみたいですね。うん、そういう人にはね、コメント欄で、ちょっと上がってきてと、話しましょう、インタビューしましょうよと。うん、言ったら絶対今上がってこないんですよ。上がってきたらいいのにね、溜まってるんだったらいろいろ愚痴りたいというか、なんかね、言いたいことがあるんだったらと思っちゃいますね。何です、うん、教祖さんが、離島者をアンチ扱いする神谷、一方アンチを味方につけるヨシリングと、どっちが人間性できてるのは明白ってさっき言ったっけ。うん、浦安さんが、前、公設秘書の平岡さんのこと、一番の事件やと思うんやけど、どうなったんかな、か記者会見で何か発表するんかなって、ね。そろそろ、あれだよね、書面違うわ。文春さん紙で出そうな感じもするね。うん、わかんないね。もしかすると出るかもね。うん。HS さん。うん。どうぞどうぞ。ヨシリンをどういうふうにこう、ね、していくかって私は興味がありますけどね。要は、やっぱり一番中核の人として、こう押し出していくのはいいと思うんですけど、うん、じゃあまあこう、ヨシリン一本足打法とか、でヨシリンばっかりこうしていったら、うん、結局こう神谷さんとか、うん、そういった体制と同じになっちゃうから。声が止まった。あれ？聞こえます？あ、聞こえました。
だからなっちゃうから、まあ、武田さんが出て何が出てってこう、やっぱりね、一人に、よしりんにだけ、よしりん神格化するみたいな方向に絶対行っちゃいけないような気がするんですよね。うん、それはあります。うん。そこはね、ちょっと気にするところではあります、私。うん。過剰に演出して、こうも、祭り上げちゃったら、だから、よしりんを潰そうとする勢力が、だって、結局、そういうよしりんに、そういう、別に聖人君子じゃないわけだから、そうですね。なんか、あったときに、じゃあ、論理がこう成り立たなくなるような、また、だからね、誰かをっていうわけじゃないんですよね。うん。そんな気がしますけど、まあ一番キャッチーな人だから、それはできるだけこう応援してやっていってほしいし、やっていくのがいいと思うんですけど。本当そうだと私も思います。だからみんなが、その、まあ、いわゆるサンレジャーだったらサンレジャーがバーッと、一緒に羽ばたい、一緒にというよりか、同時に立ち上がってくれてるような状態ではあると思うんですよね、今。その中そうですで、ね。一歩よしりんが前に出たっていうだけで、またね、他の方も、で、いろんな地方でもいっぱい立ち上がってきてるから、まあ、そこにも目を向けてって、やっぱ、横のつながり、緩いつながりで、出たら、僕すはぐす神谷ぐ。さん、こっちはヨシリンで対抗しますよみたいなのはやめた方がそれは絶対ダメだと思う。別に対立させたいからって、対立させたいっていうか、対立のつもりでヨシリンも立ったわけじゃないから、なおさらですもんね。まあそうです。キーウではあるんですけど、私が言ってるのは。でもいい指摘だと思います。今のうちね、それ明らかにしといた方が、やっぱ聞いてる方でも、心に留めてくれるだろうから。過剰に、よしりんは神ってなっちゃったら、えらいことになるよって。そうそういうこと。徒歩神さんが、ゴミ拾いに対して、まあ、刺激を受けて、ゴミ拾いする人もいるかもって、いい影響を与えてるんじゃないのっていう話かな。で、自分もって死んでも、ブラック、どうしようかな。あんまり個人のチャット名言ったら、また、あれかもしれない。で、清少納言さんが、梶谷さんに質問です。タウンミーティングとか DIY スクールの講師についてどう思いますか？どうでも、どちら、どうでもよいですか？まあ、参政党の、どうなんですかね。まあ、だんだんこう、ね、狭まってる、偏ってきてるとは思うよね。そのやっぱり、そうだな。神谷さんの気に入ることしか言わない人、先生が残っていくとね、昔はそうでもなかった、右から左までいろんな人がおられた。これはちょっと残念なとこあるけど、まあでも、やってることはいいことだと思うけどね、DIY スクールに関してはね、悪いことではないので、これからもやって、参政党さん頑張っていっていただいたらいいんじゃないかなと思ってます。あれだよね、私が、感想は、まあまあ、つながっててもいいけど、結局は使い捨てされるあれで、関係持った方がいいんだろうなっていう感じ。で、たまあ、おだ、お金金も。取るんだったら、CGS でいいんじゃって。意識改そう革だでね。商売としてやったらいいんだよ。参政党でやることがいいのかって言ったら、狭まっちゃうんじゃないですか。参政党のね、党員さんってどんどん減ってるから、いや、別に他の政党とか政治に興味ある人が誰でも受けれるように、昔のように CGS でお金取るんやったらやった方が日本のために良くなる。悪い勉強会じゃないと思ってるので、ね、神谷さんのね、所得にもなるしさ、なんか参政党でやる意味が今あるかなってちょっと思うよね。そうだね。お金かき集めたいしかないのかな。だから、まあ政党で偏った先生呼ぶよりも CGS で今まで通りなんかいろんなね、とこを中立でやられた方が絶対日本のためにはなりそうな気がするけどね。そうだね。まあまあ。
やっぱ政治家さん一人っていうか、まあ、国政政党だからってお付き合いしてる星さんもいらっしゃるんじゃないのかなって、まあ、それはもう利害関係一致してたらいいんじゃないのって感じかな。まあ、どこまで続くかとはいう話にはなってきてはいるけど、まあ、気をつけなきゃいけないのが、今、熱狂支持者さんが、こう、しんどい思いしないかなって、いわゆるお金の面で、なんかね、今までだったら、党員さんは安くで、あれしてたのが、急にお値段吊り上げて、来い来いってなった時が怖いよねっていう話。参加してって、こう、強制的になってきたら怖いなっていう話。なんか、昔のオウムみたいになったりしないかなっていう。オウムとか、その、何、おつ、壺買わせたり、みたいな方にいかんかなって心配。皮膚さんが、うわぁ、根っからの偽善者だったのかって突っ込んでおきます。ってね、ゴミ拾そういです。根っからの偽善者です。善人ではないもうぶっちゃけちゃった。いいとです。思います。マイナスイオンさんが、私もお散歩しながらマスク拾いしてます。最近減りましたって。おお、そうなんですね。いいことです。マスク拾い減ったってことはあれなのかな。マスクしなくなってきてるかもしれないね。まあでも、花粉があるからわかんないですね。入られると、あんまりこれかな。ああ、東郷神さんがいっぱい、いただいてるんですけども、多分時間をかかっちゃうので、後でアーカイブでお願いします。ご覧いただけたらと思います。タクワヒトリさんが甘いコーヒー飲みたくなったって教祖さんができれば、武田さんと赤尾さんも加わってほしいなーっていただいてる。まあまあまあ、ヨシリンのところには、まあ、ゆるいつながりで、まあ、私たちのところにもね、できたらゆるいつながりで、ガクカフェさんのところにインタビューをあげてもらってっていう形が一番いいんだと思う。ナーナバーバさんが、神格化は危険。どうぞ。私、今ちょっと途切れましたけど、武田先生の話ありましたっけ？武田先生、多分、学カフェでインタビューできます。で、嬉しい。あおめでと、とうヨごシざいリンまの演説も、和也さんから動画いただいて、夜あげました。早かっあ、そうた。なんです。早いな。ありがとうございだっます。て、うそちのがまままだであいただいたから。る。早っとあ、うち思って。はちょっと編集してあげます。なるほど。ブラックベリーさん、耳だけと言いつつ、ついつい書き込みしちゃう。ガクカフェさん、高知の元支部長の荒牧さん出演オファーしてほしいですって。元経団連で、塾経営などされていますって。もう喜んでインタビューします。というふうにもう紹介いただいた人を片っ端からツイッターなりで、オファーして、今、参政党員の、誰だっけ、三重県の、なんとか拓馬さん、ちょっと今ど忘れしたな。まあ、その方とかもしてくださいって言われて、すぐインタビューしたりしてもらったら、コメント欄とか、そういうふうに情報をいただけたら、私、すぐします。素晴らしい行動力。今日もこの後、あれです。城南支部の離島者、東京の城南支部の方のインタビュー入るので、もうゴミ拾いあげて、今、オンライン環境に戻ろうと思っております。すごい。昨日もほとんど元参政党の大御所がみんな集まってたよね。党員さんのね、中でね。結構本部の中枢におられた方も何人かおられてびっくりしたわ。ねえ、残っ。え、あなた辞めたんですか？って聞いた。うん、辞 め、
もう早やめたくて、やめましたよ、みたいな。いいっすか、みたいな。あ、なんか、昨日、しろちゃんのとこで、まだ党員さんだと思うんだけど、ゴレンジャーの、吉川里奈さんの旦那さんがいらっしゃってましたよ。なんか、ブロック長さんだと思うんだけど、ヨシリンのね、演説に。見に来てはったの。応み援に来たい。てくれてたのかな。応援なのか、偵察なのかはわかんない。一応応援にしとこ応援だね。う。応援に来てくれた。ありがとうござい皆まさす。んのお旦那礼さ言うとん。か。ありがとうございます。これからも、よしりんよろしくお願いします。中谷ひとみさんが、うつみんは個人講演会作って都知事選に出るにあたり協力者を募っているように、よしりんも個人講演会作ったから同じようにするのつもりかもって。よしりん、あれだよね、講演会、1万円だって、私たちより2000円安いよ、どうする？ やばーと思った。猫の福ちゃんさん、ここはいい方が多いからね、駆け込みしやすいですねって言ってくれてる。ありがとうございありがまとうございます。す。何の話かな？ちょっとわかんないんだけど、とほかみさんが、家建てといて、ああ、そっか、DIY のことかな？家建てといて、売ったくせにだ。管理不行き届きで通行止めにして、廊下も階段を工事中のままにしておいて、住人のせいにするんじゃない。上谷さんに、カピバラさんと言ってやってください。詐欺だ、こうって。そうなんです。そこについても、もうちょっと言わせてもらうと、その DIY をあなたたちはフルサポートのある DIY って思ってるんですね、と。でも、do it 言わせる。自分たちでやってっていうのが do DIIY なんですよ、っていうふうに向こうはこうマウントで言ってたんですよ。いや、だったら自分たちで考えて、一般質問だとか質問収集だとかなんかをね、考えてあげたら、自分たちで勝手にですよ。やって、参政党がそれを取り上げてくれるとか、そういう仕組みになってないわけじゃないですか。そう勝です手ね。に話していいよっていうのは別に参政党に限らず、話すの自由だし。だから、ある程度党として、do it yourself みんなで支部でやってねと。それが生きるんですよっていう前提がないと、サポートとかじゃなくてね。ここは DIY できてる、できてないの話なのに、なんか、全部やってと。で、私が離党者のインタビューしたところによると、結局ポスティングだとか、そういう労務ですよね。ああいうの自分でできてるじゃんと。いや、それは DIY じゃないよっていう、そうだ。ズレがあるわけです。そこです。で、だからさ、あんまこんなん言いたくないけど、その発言に関して、要はこうやって、離党者を叩きに行くのは OK やけど、本部の、なんかここを改善してほしいっていうと、なんか、何、いらんこと言ってんねんみたいなんで追い出されちゃうという。そこがおかしいよね。それはもそうう、それはもう、やっぱし自分とこのね、所属してる党がどんどん良くなっていくように、いろんな改善点をみんな言うのが当たり前でさ。です。それを言うと、いや、乗っ取りに来てるとか、改善する気ないんや、って話でみんなやめていくでしょ、そりゃ。それだけの話を言ってるんやけどね。なんかね、ナナパパさんが反応すると喜ぶ悪質な輩は虫が良いかな、グッドって。私もそういう感じなんですよね。話してダメならもういないものとした方がいいなって私は思う。まあ一回話してみるのも手なんだけど、それでもこじれるようだったら、やっぱもう話が通じないとなったら一歩引いて、はいはいって、いないものとして扱うのが一番トラブル防げるんじゃないかなと思う。愛のだか反ら、対が無関心。どうぞ。
いや、学カフェは、上野さん行くんだったら一人じゃなくて応援者連れてってくださいとかってコメントしてくれる方もいるんですけど、まあ、私も含めてみんなもう、その参政党の件は飽きてるんですよ。その話に、飽きてる人たちにみんなでちょっと行こうぜとは言いたくなくて、そういうめんどくさいことは、一応監督と呼ばれてる私が請け負って全部して、あとは学カフェっていうのはそういう前向きな建設的なもう話とか活動が出てきてるから、そっちにみんなでこう一生懸命になってもらうと。でも私はチーム学カフェを一人でも増やすためにとか、出稼ぎというか出張して向こうでせっせとこういろいろね、集めていってると。他の人にはあんまりこう、そこのくだらない話は参加してもらうのは申し訳ないから。私だけです。だからそういうふうにやってるのは。かっこいいと私は思います。やっぱ先導をね、切ってくれてるんで。沈黙は金だと。もう言わせておけば、向こうがやってる手だから、まあ、こっちはね、なんか向こうから、対談したいと言われたら、断るのも尺だから、逃げずに行くと。それだけですね。おい、そろそろちょっと時間あ、もう10時そうで半す回ったね。ので締めていこうかと思います。はーい。チャットいっぱいいただいてすみません。読み切れない感じで。どうしよう。なんか気になるのある？和也さん、チャット。気になるのはちょっとね、今回ちょっと調子乗って東京でうまいことをたくさん人が集まっていただいたので、各地方、和也さん行きますんで、ぜひ呼んでください。またそんなこと。各、支部までいかんでも、まあ、東京も今のところ、だから、何、グループになると、ありがとう、東京グループみたいなね、関東グループみたいな、そんな形で緩いつながりを、そういう、何、勉強会してみたり、飲み会してみたりとかね、懇親会してみたりとか、そういうグループをとりあえず作っていってねっていうお願い、してきたので、そういった形でもいいので、こう、なんかこう、政治に皆さんがね、こう、コミッ身トで近きるに。ような、そういう、そういう仲間を作りたいっていう方が、ありがとう、協力できるところがあったら、カジオさん、行きますので、ぜひ呼んでください。遊びに行きますんで。人数が多く集まるようだったら、じゃあ私も参加する感じでいいのかな？モセさんいらっ別しに、ゃった。コメント欄で気になるのありますか？とほかみみためさんが、薩摩隼人だから不利な体制を好むんじゃなかろうか、関ヶ原の時みたいにって、そうこですれね。めちゃくちゃ僕も、自分の先祖もちょっと関係してる話なので、でも、興味深いというか、自分の中になんか、染み込んでくる言葉でした。その他に、あずさよみ94さんから、薩摩隼人とは、酒のバカ好きなのかなって最後に 大好きやいね。で基す。本、大好きやね。基本はね。ってことで、もうちょっと36本までいっちゃって、ただいま186名様、ありがとうご183ざい名ま様。す。珍しい。珍すしいな。ごい、ありがとうございます。さっありきがとうございま193名ぐらいまでいったんですよ。すごい、皆さん、朝の時間にありがとうございます。どうしよう。また1日ぐらいかな、チャット欄は1日ぐらい開けて見れるようになると思うので、またご覧いただけたら嬉しいです。またチャットにも参加いただけたらありがたいです。今日は上野さんも野瀬さんもありがとうございます。一点だけ。あ、どうぞ。宣伝どうぞ。明日、議会の一般質問です。1時ぐらいから登壇します。1時ぐらい。リンク先を、書き込んどいてくださいね。この動画のところに。こちら今か書らきも。込んだらいいですか？あといや、で、昨日の、わかりました。アーカイブですね。いや、これ、こ、あ、あ、そうそう。こアーの、カイブ、わ何、かりました。コメント欄の方コがメンいいトと欄思に、います。わかりこましのチャットた。に書き込んでも
もう、間に合うか間に合わへんりか、あまれしなので。た。ははい。い。もし、ちょっと、ぜもしひか皆したさん。ら、YouTube 側で弾かれてるたりしても困るので、上野さんのところでも宣伝してはったんですよね。あ、しじゃます、そしこます。見に、はい。あ、その、そこに、あ、ちょっと私見に行って、リンク探しはい。て、あ、は貼り付い。けるようにしときますね。はい。お願いしはます。い。きっとね、勉強になるので、皆さん見ていただけたらいいかなと思います。はい。ちょうど、薩摩隼人の話があって、近くを南洲神社を通ったので、命もいらず、名もいらず、南洲墓地。これが西郷さんのお墓です。南洲神社と言います。南洲神社。おー。わー、すごい。なんか観光名所が。すごーい。大型のバスとか止まって、こうやってみんな参拝に行くんですよ。ありがとうございます。はい。今度だ、鹿児島行ったらそこもお参りに行きます。はい、ぜひぜひ。じゃあちょっともう終わっていきましょう。あんまり長かったらね、あれなので、後からアーカイブ見る人も大変なので。あ、そうですね。はい、皆11時さん。から学カフェです。11時ぜでひす。ぜひ、学か、和也さん、30動分画、後に。く逆ださい。に和也さん、11時に帰ってきてる。いや、ちょっとでこれかも、ら新幹線で帰るので、新幹線の中から、途切れ途切れなら参加する。一応まだね、そのライブでいいですかっていうのを最初言って、あ、ライそっブかじゃそっなかっか。たら収録になるかもしれないです。ライブっあていうことを言ってないので。あ、なるほはーい。ど。ライブだったら、まあ、声だけ参加かも。はい、すいません。じゃ皆さん、ありがとうございます。皆様ありがとじゃうご終ざ了いしまます。す。はい、終わります。はい、終わりました。すいません。ありがとうございます。